ノロウイルスはウイルス性胃腸炎を引き起こすウイルスの一族である。感染者の糞便や土砂物、あるいはそれらが乾燥したものから出る人愛を介して、蛍光感染するほか、河川を経由して蓄積された貝類の接触による食中毒の原因になる場合もある。ノロウイルス属による集団感染は、世界各地の学校や養護施設などで散発的に発生している。 NV や脳部と略される。ノロウイルスは約7500塩基を持つプラスサの一本リア RNA ウイルスに分類されるエンベロープを持たないウイルスの属名である。ウイルス粒子は直径30から38ナノメートルの正二重面体であり、ウイルスの中では小さい部類に属する。通常、ウイルスについての詳細な研究を行うには適切な 動物培養細胞を探して感染させ、ウイルスを増殖させることが必要である。人に感染するノロウイルスについては、実験室的に増殖させる方法が見つかっていなかったが、2018年に大阪大学微生物病研究所などのグループが IPS 細胞由来の腸管上皮細胞で増殖させる方法を確立した。検査や治療方法に対する研究は、 他のウイルスと比べて格段に遅れているのが現状である。乾燥した状態でも、摂氏4度では8週間程度、摂氏20度では4週間以上感染力を失わないとされている。ノロウイルスのゲノムは、プラス差の1本ぐさり RNA で、長さは7.3から7.5キロ塩基である。5末端は VPG タンパク質と共有結合しており、3末端はポリアゲニル化されている。 非構造タンパク質、構造タンパク質1、構造タンパク質2の3つのタンパク質、高度領域が存在し、このうち ORF1 は翻訳後に、ウイルス由来のプロテアーゼによって6つのタンパク質に分断される。VP1 と VP2 はゲノム RNA から複製される。サブゲノム RNA から翻訳され、ウイルスのカプシドを構成する。 ORF1 から生じる6つのタンパク質は5、単足から順に以下の通りである。P48 細胞由来のプロテアーゼによって、さらに2つに分断され、P22 と共に複製複合体の形成に関わる、N、p ペース P22VPG ウイルスゲノムの5、末端に結合するタンパク質で、5キャップの代わりに翻訳開始複合体の形成に関わるプロプロテアーゼで、 ORF1 翻訳産物を分断するのに必要。パル RNA 依存性 RNA ポリメラーゼで、ウイルスゲノムの複製に関わるなおネズミのノロウイルスの場合、VP1 のコード領域と重なるように、第4のコード領域が存在している。これは、カリシウイルス化の中でも珍しく、サポウイルスとネズミのロウイルスのみの特徴である。ここから翻訳される、タンパク質、VF1 は、 宿主細胞のミトコンドリアに移行し、自然免疫応答を制御している。ノロウイルス属は、ウイルスの分類上、第四群のカリシウイルス化に属している。ノロウイルス属には、ノーは多クウイルス一種のみが認められているが、おそらく種に相当するであろう。ジェノグループ5つが認識されている。人に感染するのは、GI、GII、ギブの3種類で、D は、牛や、羊。 GV はネズミに感染する。また GII は人以外に豚にも感染する。現在は VP1 領域及び ORF1 のポリメラーゼ領域それぞれの遺伝子型を使って詳しく分類されている。VP1 領域は GI で9つ、GII で22の遺伝子型がある。また GII4 型は多様性に富んでおり、それをさらに詳しく分類することも行われている。 ノロウイルス属は人に、蛍光感染して十二指腸から、小腸上部で増殖し、伝染性の消化器感染症を起こす。毒素は分泌せずに、十二指腸付近の小腸上皮細胞を脱落させ、特有の症状を発生させる。死に至る重篤な例は稀であるが、苦痛が極めて大きく、稀に十二指腸海洋を併発することもある。特異的な治療法は確立されていない。 感染から発病までの潜伏期間は12時間から72時間で、症状が収まった後も、瓶からのウイルスの排出は1から3週間程度続き、7週間を超える排出も報告されている。年間を通じて発症するが、11から3月の発症が多く報告される。また、感染しても、典型的な食中毒症状を呈さない、不健感染の比率は不明であったが、 2015年に新潟医療福祉大学などの研究グループは1%程度の不健感染者がいることを報告している。2007年5月に報告された厚生労働省食中毒統計による2006年の食中毒報告患者数は71%がノロウイルス属感染症である。人への感染においては ABO 式血液型で感染率に差があり、 血液型抗原である HA レブ型抗原に吸着されやすいことから O 型は罹患しや人以外では発症しないとされ発症基準を含め十分に解明されていない主な症状は嘔と、下痢、発熱で症状には個人差があるが主な症状は突発的な激しい吐き気や嘔吐、下痢、腹痛、おかん、摂氏38度程度の発熱で 嘔吐の数時間前から胃に、傍慢感やもたれを感じる場合もある。これらの症状は、通常、1から2日で治癒し、後遺症が残ることもない。ただし、免疫力の低下した老人や乳幼児では、長引くことがあり、死亡した例も報告されている。また、極めて稀だが十二指腸潰瘍、超重積症、急性腎不全、痙攣、脳症など重篤な合併症が見られた症例も、 報告されている。感染しても発症しないまま終わる場合や、風邪症候群と同様の症状が現れるのみの場合もあり、これらの人でも、糞便中には、ウイルス粒子が排出されているため、注意が必要である。ノロウイルス属による感染症は、蛍光感染が原因で、その感染経路から以下に対別できる。飲食物からの感染栄食中毒、 ウイルスを蓄積した食材及びウイルスで汚染された食品を寄食して感染。B 水系感染。水道水、井戸水などがウイルスで汚染され、その水を飲み感染。人から等しい不健性感染を含む感染者の糞便や土砂物から便器や種子を介して感染。D 不健性感染を含む感染者の糞便や土砂物に排出されたウイルスが付着し、飛散したしぶきから感染。 E 感染者が十分に手を洗わず調理した食品を食べ感染、販売あるいは調理提供する食品そのものの衛生管理の立場からは飲食物からの感染のケースが院内感染などの感染管理の立場からは人から人への感染のケースが特に問題とされるが症状や経過には感染経路による違いはない。国立感染症研究所の病原。 微生物検査情報の集団感染事例の集計によると原因食品が明確ではないケースが約6割を占めており汚染食品の接触よりはるかに多い原因となっている。ノロウイルス属は衣服や寝具、家庭用品、家具などの表面で数週間生存することができる。感染経路の遮断には手洗いや器具の洗浄が必須である。また消毒用アルコールでは ウイルスが不活化されないため、エタノールは不適である。感染型食中毒、変臭、ノロウイルス属は、貝類自体には感染しないと考えられている。すなわち、貝の体内で、ウイルスが増殖することはない。しかしこれらの貝では、消化器官、特に食物の細胞内消化を行う、中長線に、海水中から、露化接触されたウイルスが、 生物濃縮によって蓄積することが知られており、このことが魚介類由来の食中毒の原因だと考えられている。詳細は、魚介類の汚染源を参照しかし、ノロウイルス属感染症の原因食材が柿と特定される割合は年々低下しており、2006年後半には柿が食材と特定された集団食中毒は発生しなかった。疫学的な知見からは、 カキ以外の食材、例えば最近では韓国産の漬物の一部、あるいは直接、間接的なウイルスへの接触による原因の特定しづらい感染経路が圧倒的であると考えられる。また、2枚以外にウイルスが蓄積するという知識が浸透し、食用性ガキの流通経路においてその対策も取られつつあることがカキを原因とする食中毒の 現象にもつながっていると考えられる。2011年5月に千葉県で生シラスが原因と考えられる集団食中毒事例が報告されたが、ウイルスがシラスの体内、体表のどちらを汚染していたのかは判明していない。臨床像、編集、ノロウイルス属は人の十二指腸から上部小腸上壁細胞に感染して増殖し、 新しく複製されたウイルス粒子が腸管内に放出される。ウイルス粒子は感染者の糞便とともに排出される。他、嘔吐がある場合は胃にわずかに逆流した腸管内容物とともに吐砂物にも排出される。糞便や土砂物がごくわずかに混入した飲食物を摂取したり、お物を処理した時に、少数のウイルス粒子が種子や衣服、器物などに付着し、 そこから食品などを介したりして、再び傾向的に感染する。また、ノロウイルス属の場合、10から100個程度の少数のウイルスが侵入しただけでも感染、発病が成立すると考えられており、わずかな糞便や土砂物が乾燥した中に含まれているウイルス粒子がしぶきを介して、傾向感染することもあると考えられている。すなわち、 王と直後にエアロゾルとなったウイルスを直接吸引する、あるいは人間に付着したウイルスを吸引して感染することもある。これは大多数集団感染の原因として最近重視されるようになってきた。発病した人はもちろん、不健性感染に終わったり胃腸症状が現れなかった人でも無症候性キャリアとして感染源になる場合があり。 食品取り扱い時には十分な注意が必要である。また、症状消失後も1週間から1ヶ月間ウイルスを便中に排出することがあることから、3から5日程度の営業停止になった飲食店が営業再開後に再び食中毒事件を発生させることも多い。ノロウイルス属は、その培養方法がまだ見つかっていないため、糞便中のウイルス粒子を直接検査する必要が、 ある。柿手法が主に診断に用いられている。電子顕微強化で、糞便中にウイルス粒子を目視確認。エライザ法。ただし、エライザ法ではウイルスが少量である場合は、検出できないこともある。RTPCR 法。RTPCR 法は糞便のみならず、患者と物、柿などからの遺伝子検出にも、威力を発揮する。リアルタイム RTPCR 法では、 ウイルス遺伝子のコピー数も測定できる。生物発光酵,酵素免疫測定法。ホタルルシフェラーゼ発光酵,酵素を利用した酵素免疫測定法による超高感度な検出方法で120検体、時間の全自動測定装置が可能。現在では RTPCR が主流となっている。研究用検査試薬としてはイムノサーチ NV が上司されている。 糞便中のノロウイルス抗原をイムノクロマトポーにより検査し15分で結果が出る。臨床検査としてはクイックナビノロが上司され保険適用となっている。ノロウイルス属に有効な抗ウイルス薬や薬剤は存在しない。下りがひどい場合には水分の損失を防ぐため輸液を対象療法的に用いる場合がある。また死薬の使用については ウイルスを体内に止めることになるので用いるべきでないという専門家もいる。医師の指示がなく、仕事等の生活上でも特に必要でない場合は、下痢止めの服用は避けるのが賢明だという意見もある。日本の厚生労働省は死者薬使用を望ましくないと記載しているが、ここまで明言しているのはアメリカ食品医薬品局とは対照的である。しかし、臨床の現場では、 液感染縮種の死因は、重症下痢に起因する症例も散見されるため、重症例においては、患者の電解質データなどを含め、死者薬の使用の是非は、総合的に判断すべきである。ノロウイルス属は、主に症状上被災。実験室レベルではまだウイルスの大腸細胞での増殖は成功していない。このため、死者薬が、本当に、大腸でのウイルス生存を促すかは不明である。 また、ウイルスの大腸での寿命に関するデータは得られていない。家庭においては、蛍光補水液、または、スポーツドリンクを人肌に温めてから飲むことが推奨される。これらがない場合は、0.9%の食塩水を調整し、人肌に温めて飲むことが推奨される。電解質を含まない湯ざまし、お茶などは、水分の吸収が遅いので推奨できない。ワクチン。 編集このウイルスに対する免疫は感染者でも1から2年で失われると言われている。原因は免疫抗体化低下説やウイルスの遺伝型が変化するため抗原性が変化するなどの仮説があるがまだ確証は得られていない。このためワクチンの開発は難しい。遺伝子型 g i 一を標的とする警備型ワクチンが開発中で18から50歳の98人を対象とした 臨床試験によれば、発症を半分近くに抑える効果がある。武田薬品工業は、臨床第2症候期有効性フィールド試験を開始した。摂取物質、編集母乳、牛乳等に含まれる、糖タンパク質、ラクトフェリンが、消化管細胞の表面に結合することで、ノロウイルスの細胞への感染を防ぎ、発症した場合でも、症状を緩和する報告がある。衛生管理。 編集上述した感染経路を考慮すると、特に飲食物を扱う人が十分な衛生管理を行うことが効果的な感染予防につながる。特に調理者が十分に手洗いすること、そして調理器具を衛生的に保つことが重要である。ノロウイルス属はエンベロープを持たないウイルスではあるが、逆性石鹸が感染症対策として用いられる。また、 ノロウイルス属は摂氏60度30分の低温殺菌では感染性は失われず、摂氏75度以上1分間以上の加熱によって感染性を失うため、特に牡蠣などの食品は中心部まで十分加熱することが食中毒予防に重要である。鍋料理での加熱時間は3分、牡蠣フライでは3分30秒の加熱をする。生の牡蠣を扱った包丁や、 まな板、食器などを、そのまま生、野菜など生殖するものに用いないよう、調理器具をよく洗浄し、塩素系漂白剤による消毒をすることも大事である。洗浄と消毒の順番については、第1に洗浄、第2に消毒である。この順番を逆にすると、効果が弱くなってしまう。厚生労働省のロウイルス食、中毒予防対策リーフレットによれば、 一般家庭では土砂物や、お物のついた衣類の消毒には、ジア塩素酸ナトリウムの0.1%水溶液への、紳士が、また食器、カーテン、ドアノブ、スイッチ、トイレの便座表面などの消毒には0.02%水溶液の、スプレー使用が進められている。生殖用火器の食品衛生法の規格基準において、ノロウイルス属に関する基準は設定されていないので、 生殖用と表示された場合でもウイルスがいないという保障があるわけではない。消費期限内であるか否かに関わらず感染源となる場合もあり得る。ただし、自主的に検査を行っている水産加工業者などもかなり増え、夏季の生殖が一律に危険というわけではない。過剰な反応に対しては風評被害という指摘もされている。もちろん、 検査義務が法制化されているわけでも全ての業者が自主検査を行っているわけでもない。そして自主検査におけるサンプリングの妥当性及び出荷見合わせの有効性は確認されていない。よって一律に安全なわけでもない。厚生労働省や便器に消毒薬剤を供給するサニタイザーとサニタイザーからの消毒薬剤溶液が注ぎ込まれる。 大便器の様子乾燥した糞便や吐砂物から飛散したウイルスを吸い込んだり、または接触したりすることにより感染するため、感染者の糞便や便器、吐砂物を処理、清掃する場合には、直接手で触れないように使い捨ての手袋やマスク、エプロンを使用することが望ましい。吐砂物は一方向に吹き集め、飛散を防ぐ注意が必要である。作業後は手をよく洗うよう心がける。 汚染物は悲惨性の用袋に密閉し処分する。汚染された場所を消毒する際、全室のようにウイルスは逆性石鹸や消毒用アルコールに対する抵抗力が強いため、これらによる消毒は効果がない。細胞を用いても培養方法が存在しないため、消毒つまりウイルス不活化に対する確証は得られていないが、ジア塩素酸ナトリウムに対する抵抗力は 比較的弱いのではないかと想像されている。感染者のいる場合、トイレやドアノブ、蛇口、手すりなどは汚染しやすい箇所であるため、汚れを落とした後に消毒する。また、なるべく直接手で触れない方が良い。ノロウイルス属は、症状が消失した後も3から7日はウイルスが排出。ノロウイルスが付着している可能性がある衣服やタオル、布団などを洗濯した場合は、高温で、 乾燥機にかけることが望ましい。消毒対象の布などに耐熱性がある場合、スチームアイロンの活用も有効である。また、病院やデパート、ホテル、駅などで不特定多数の利用がある。公衆便所では、便器の洗浄水に洗浄、消毒剤を添加させるサニタイザーが取り付けられ、便器を洗浄するたびに、便器から消毒剤が一定量出て、薬剤で洗浄されるために、 便器からのしぶきによる感染予防にも有効となる。2000年代は遺伝子型 G2-4 と呼ばれる特定のノロウイルスが世界各地で流行し集団発生を起こしている。厚労省の食中毒統計によると全食中毒患者の33%を占めており患者数では最大であり日本での流行は冬に多いが流行年によっては流行時期には偏りがある。 2006-07流行年は当時過去最悪と言われる1000万人規模の報告患者数を記録した。以後、患者数は減少していたが、2012-13流行年は2006-07流行年に匹敵する患者数が予測された。この2012-13流行年の患者数の増加は遺伝子型 G2-4 の変異株によると考えられている。 アメリカ疾病予防管理センターは、日本を含む48カ国の患者約19万、例のメタ解析の結果、全世界の急性腸炎の2割は、ノロウイルスが原因と報告した。2014年後半から主要流行株に変化があり、ヨーロッパ、アメリカ、日本で、検出例の少ない遺伝子型、GII-17 型川崎バリアントが流行している。 また国立感染症研究所は免疫を持つ人が少ないため2015年は GII-17 型川崎バリアントが大流行する恐れがあるとした。日本ではカキなど魚介類の汚染源は下水道の処理水に由来していると考えられる。それは感染性胃腸炎の流行時期に下水処理場や海に流入するウイルスの数が増加し、 下水処理システムでは、処理水中のウイルスの無力化を目的とした処理が、されていないためである。従って、結果的に、下水処理場で処理しきれなかったウイルスは、海や上水道の取水施設に流入する。なお、上水道用水の浄化方法として、多く用いられている急速ろ化と塩素消毒を組み合わせた方法では、大腸菌やウエルシュ菌などの病原性細菌の除去はできるが、 クリプトスポリジウム原虫やノロウイルス等の塩素体制の強いウイルスは除去できていない。一方、下水汚泥や糞尿の海洋投入が行われている場合、水域全体がウイルスにより汚染されている場合がある。2012年6月にはアメリカ食品医薬品局が大韓民国からの下記2枚貝、ムールイの衛生基準が不十分であるとして、 市場からの回収要請を出している。日本国内でも昭和40年代まで主に瀬戸内海において蓄舎排水、死業の海洋投器が一般的であった。人のノロウイルスは実験のために培養、増殖する方法が確立されておらず、各種消毒剤の効果を調べるための不活化試験では、携帯の似ている代替ウイルスで効果判定を行っている。猫カリシウイルスや犬カリシウイルス、 マウスのローウイルスなどで代用されるウイルス感染症関連ありがとうございます。